皆さんこんにちは、大宮ラジオサッカースクールコーチの高橋翔です。今日はコーチと一緒におうちトレーニングということで、おうちのトレーニングを紹介したいと思います。今日コーチは、おうちの中でやるということで、ボールを投げて落とさないようにやるということをやりたいと思います。で、一回実際にやってみるので見てください。まず真正面からボールを投げてキャッチ、次は横でボールを投げてキャッチ。今日コーチからは3つポイントを発表したいと思います。1つ目、投げるボール注意しましょう。投げるボールがあっち行っちゃったり、あとはこっち行っちゃったりすると、なかなかボールを取ることができません。なので目標はこう顔の前にボールを投げれるといいと思います。顔の前にボールを投げれるようにしましょう。あとはボールをやっぱりこう目をつぶったり違うとこ見たりしてると、ボールがどこに来るかわからなくて怖いです。だからしっかりボールをよく見るようにしましょう。で、最後に手の形がボールの下で、ボールの下で手を用意して待つんですけど、穴が開いちゃってると、この穴の中にボールが、こうやってすり抜けていっちゃったりします。なので手の形はしっかり締めて、ボールの下でこうやってお皿を作るようなイメージで、ボールを待ちましょう。この3つを組み合わせて、ボールを顔の高さに投げる、ボールをよく見てキャッチする、ボールを顔の高さに投げる、ボールをよく見てキャッチするということにチャレンジしてみましょう。じゃあ次の田中誠コーチ、2コーチからバトンタッチをしたいと思います。じゃあ誠コーチいきます。はいはい、翼コーチからバトンが渡ってきたので、次は誠コーチが担当したいと思います。誠コーチからはお家でできる簡単なボールタッチの練習を紹介したいと思います。とても簡単なので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、誠コーチのトレーニングぜひチャレンジしてみてください。次は岡本学コーチにバトンをつなぎたいと思います。学コーチ、お願いします。はい、受け取りました、誠コーチ。こんにちは、学コーチです。それではやっていきましょう。学コーチは手でボールを投げて、バウンドをさせないように足元に止めるクッションコントロールをやりたいと思います。まずボールを上に投げたら、上から落ちるボールを足を上げて迎えに行きます。落ちるボールと一緒に足を下ろすことで、ボールの勢いが収まるので、バウンドしないように止めることができます。ピタッと止めるコツは、地面に足がつきそうになったらスッと足を引くことです。はい、皆さんどうでしたか？足元にピタッと止められると100点満点だと思います。それでは次に吉田拓郎コーチにバトンをつないでいきたいと思います。タクロコーチいきます。はい、コーチ頑張ります。皆さんこんにちは、タクロコーチです。今日はボールリフトのやり方を一つ紹介したいと思います。今回のボールリフトは、体の方向にボールを転がし、そのボールをすくい上げるやり方です。自分の体の方向に転がすことで、足を置いて待っているだけで、自然とインステップにボールが乗ってくれます。はい、皆さんできましたか？たくさんチャレンジしてみてください。じゃあ次は慎吾コーチにバトンを渡したいと思います。では慎吾コーチ、お願いします。OK、拓郎コーチ。じゃあ拓郎コーチからバトンが渡ってきたので、慎吾コーチはリフティングの練習を紹介したいと思います。今日はしっかりと足のインステップにしっかりと伸ばして、まっすぐ当てる練習をしたいと思います。慣れてない人は1回ずつで構いません。ボールが回転しないように足をしっかりと伸ばして真上に蹴れるように意識してみましょう。足が曲がっちゃうと先にボールにつま先が当たっちゃって、ボールがくるくる回転してしまいます。こういう感じ。
もしくは自分の顔の方に飛んできちゃったり、お腹の方に飛んできちゃったりしちゃうので、しっかりと足は伸ばすように心がけてください。慣れてきたら続けてできるように逆足もチャレンジしてみましょう。足首に注目してください。まっすぐに伸びてボールの真下をしっかりと捉えられてるでしょ。こうするとまっすぐボールが上に上がるんだよ。今回5人のコーチが紹介した5つのトレーニング、全部チャレンジできましたか？お家でやるときには安全かどうか、近所迷惑にならないかどうかをお家の人とよく相談をしてからやってください。それではまた次回。バイバーイ。